桃。岡山です。桃の季節がやってまいりました。大丈夫そうこれ。岡山国際サーキット解説していきたいなと思います。どんぶらこどんぶらこやってまいりましたよ。岡山は山に囲まれ、春の季節は花粉がすごく、なのに春にレースがあるというね、花粉症の皆様には非常に大変な岡山国際サーキットにございます。ただね、非常に岡山のコースは高速コーナーが意外と多く組み込まれてるし、ヘアピンとかね、回り込む小さな低速コーナーもあって、この差が結構あるサーキットになってます。僕が一番プライベートでは走り込んだんじゃないかな。結構ね、鈴鹿と並ぶぐらい走り込んでいるサーキットなんじゃないかなというぐらい、岡山は皆さんが走るスポーツ走行枠も多い、料金的にもね安いですし、走りやすいサーキットなので、皆さんこれを機にですね、行ったことないよっていう人はぜひ走りに行ってもらいたいなと思います。はい、それでは解説していきたいなと思います。はい、それでは解説していきます。まず桃の岡山サーキット、全長は 3.7 キロ、非常に高速コーナーと低速コーナーのこの差が結構激しいサーキットです。結構ねコーナーの名称だったりとかも個性的で、非常に面白いサーキットなんですけど、1コーナーからね始まって、いわゆる2コーナーがですね、ウィリアムズコーナーとかですね、レッドマンコーナーとか、ポップスコーナーとか、いろいろ難しいコーナー名あるんですが、僕の言い方でいきますね。全体図はこのような形になっています。まずメインストレート、メインストレートから1コーナーに入るんですが、まあ、ここをねフルブレーキングした後にステアリングを切っていって入っていくんですけど、1コーナーのポイントとしては、ブレーキングからターンインの入るスピードは結構止めちゃっても大丈夫です。スピードを落としてから入っても大丈夫。どちらかというと、そこから1コーナーから2コーナーまでのスピード、加速のスピードですね、立ち上がりのスピードが結構大事になってくるので、1コーナーのボトムスピード、車速はあまり落とさないように、落とさないようにってしすぎると2コーナーまでが非常に遅くてロスになってしまうので、しっかりブレーキングで止めてからターンインしていくといいと思います。そしてね、ウィリアムズコーナーという2コーナーですね、ここはですね結構バンクが少なくて、実際乗ってると逆バンクなんじゃないかなって思うぐらいバンクがちょっと少ないです。なので結構ここは逆に言うと、ブレーキングで止めすぎるとダメで、コーナリングスピードが大事です。でなおかつクリップを外さないっていうのが一つポイントかなと思います。で立ち上がりがね結構見えにくいので、そこのねアクセルオンをするタイミングとかが結構難しいコーナーですね。はい、次いきます。モス S からアドウッド、このコーナーなんですけど、モス S はですね、最初走られる方非常にどこ走っていいのか分かんないと思います。これ一番難しいなと感じるコーナーでもあると思うんですけど、スーパー GT やスーパーフォーミュラでもいいので、他の人が走ってる車載映像なんかを見て、どういうラインを通っているかっていうのを事前予習しておくといいと思います。そこのライン取りが基本的に一番最短で走れる距離ですし、次に向かうアドットカーブに対しても非常に重要なライン取りになってくるので、そういったねところを結構こまめに見ておくといいと思います。で特にモス S に関してはドライは結構みんな普通に全開で行けちゃうたりもするんですけど、雨になるとねこれ難しいんですよ。イン側の縁石だったりとか川ができるポイントとかもあって、かなり難しいんですけど、そこもね含めて難易度が高いコーナーになっております。続きましてアドウッドカーブですね。アドウッドはブレーキング自体も大事なんですけど、そこからバックストレートにかけて立ち上がり上っていくので、これね結構車によってもライン取り変わるんですよ。ここで一つアドバイスとしては、アドウッドカーブ、立ち上がりをうまく立ち上がるには、ハイパーな車はアウトインインで、入り口はアウトから入ってクリップをついてから出口はイン側に立ち上がる、これが基本です。それに対して
ローパワーエンジンパワーがなくてスピードをあまり殺さないように走らなきゃいけない車、ホンダでいうとフィットとか S6 とかですかね、そういうねローパワーな車はアウトインも結構アウトインというかクリップもちょっとつかなくていいレベルでアウトに膨らむように立ち上がっていきましょう。ここはもうとにかくアウト目いっぱいまで使ってそこの車速を伸ばせるように広くコーナーを使うとローパワーな車はいいと思います。続きましてバックストレートからですねヘアピンに入っていきます。一番ここをフルブレーキングするポイントになるんですけど、ここもね結構入り口のラインが人によってバラバラです。どっちでもいいですここに関してはですが、相当ローパワーな車じゃない限りアウトインから入って立ち上がりはミドルかなんならインでもいいぐらいです。特にハイパワーな車はね立ち上がりは膨れすぎないっていうのが大事です。なぜかというと次の左ですねに入っていくコーナーでアウト側にいた方がその次のパイパーコーナーに対して立ち上がり重視で立ち上がれるので、そこは気をつけた方がいいかなと思います。レボルバーはしっかりアウト目いっぱいからイン側の縁石ギリギリを狙っていきましょう。ここ縁石内側結構またいだ方がいいです。またがない人も多いんですけど基本的にはまたいだ方が早いと思います。その次レボルバーからパイパーコーナーに向かうんですが、ここの進入の車の向きを変えるところっていうのが結構、難しいですし先がちょっと見えにくいので、どこでブレーキングをしてどこでアクセルオンをしたらいいかっていうのが少し難しいです。でこの時にパイパーコーナーの時に一つポイントとしては、先見えないんですけど裏側にトイレがあるんですよ。トイレに向かってブレーキングしたらいいと思います。トイレに向かうぐらいの気持ちで飛び込みを重視した方がいいと思うので、そこをちょっと考えて走れるといいかなと思います。はい、その次ですねレッドマンコーナーとオップスコーナーっていう2つのコーナーがあるんですけど、ここは僕らで言うとダブルヘアピンって呼んでます。でこのダブルヘアピンの1つ目はイメージダブルヘアピン1個目に入っていくときに上に看板があるんですよ。でその看板が自分が通り過ぎたか逆にその手前かみたいなところでブレーキングを判断を僕はしてます。でそれも一つブレーキングの目安として分かんないよここっていう人がいれば、ちょっとそこをね目安に考えてるといいと思います。まあ普通の車だったら看板が真上に来るぐらいでブレーキングするのがセオリーかなと思ってます。ライン取りとしては1個目、ダブルヘアピン1個目はアウトインミドル、次ダブルヘアピン2個目はざっくり言うとミドルインアウトっていうような形で立ち上がると、まあ普通に走れると思います。はい、そこからですねマイクナイトコーナーがあるんですけど結構難しいです。マイクナイトはですねアクセルオフだけで向き変えてそのまま駆け抜けるんですけど、何が難しいって結構アンダーステアが出やすいのにちょっとですねクリップ付近で跳ねったりもするので余計ね外側に飛ばされやすいコーナーになってます。これポイントとしてはイン側の縁石をがっつり踏む、これが大事です。踏まないと車の向きをちょっと変えにくい、アンダーステアをより増やしてしまうので、アンダーステアをなくさないようにフロントのタイヤを縁石に乗せることで引っ掛けて曲がる、イニシャル D でいうと水落としみたいな感じで走るといいと思います。で最終コーナーは基本的にストレートに向けて早めにアクセルオンをしたいので立ち上がり重視で走るようにしましょう。とここまで、まずはざっくり岡山国際サーキットに関して走り方のポイントをレクチャーしました。お次は動画にてオンボード映像を踏まえた上で解説していきたいと思います。それではスーパーフォーミュラのオンボードを見て、ご説明していきたいなと思います。はい、それではまず1コーナー、大体ですよ、大体ブレーキングは 100m 看板をちょっと過ぎたあたりで普通の車はブレーキングするとちょうどよく止まると思います。でスーパーフォーミュラはね 50m ぐらいでブレーキ踏みますけど、大体そこぐらいから皆さんブレーキ踏むと良いのではないかなと思います。はい、でそこからですねターンインをしていくんですが、切り始めは50m 看板が過ぎたぐらいからステアリングを切っていくと良いです。ここのイン側のクリップはちょっと奥めに取りつつ若干縁石を
またぐぐらいのつもりでクリッピングポイントまでの進入を決めてあげるといいと思います。あんまり手前すぎるとね、ここからの脱出速度が遅くなってしまうので、ここからアクセルをボーンって踏んでいけるように、ここのライン取りをしっかり意識できるといいかなと思います。でしっかり目いっぱいまで立ち上がる。目いっぱいまで立ち上がった後、しっかりここのね2コーナーまでのアプローチもしっかり次2コーナーアウトに取れるようにしたいので、ここ中途半端にミドルから入るのではなく、しっかりアウトから入るようにしましょう。はい、しっかり僕もアウトまで行ってますね。でそこから2コーナー入っていきます。フロントのタイヤ、左フロントを縁石に少しかけながら、外側の縁石が、出口の、ね、縁石が見えたなぐらいのところからアクセルオンしていきます。ここのモスSのねライン取りもご参考までにしてください。そしてあとここはスーパーフォーミュラも比較的ハイダウンフォースでグリップが高いとはいえパワーもそれなりにあるので、立ち上がりのラインはミドルぐらいで立ち上がってます。これがハイパワーな車の場合は思いっきりイン側走ってください。縁石までとは言わなくても、このスーパーフォーミュラの1台分イン側ぐらいを駆け抜けていくと良いと思います。逆にローパワーな車はスーパーフォーミュラ、僕が今位置しているところからもう1台分外側ぐらいを目いっぱい使ってずっと外側の縁石をかすめていくような形で走ると非常にいいと思います。この立ち上がりがね、どういう立ち上がりをするかによってこのバックストレートのスピードも変わります。続きまして第1ハーピンになるんですが、ここのねブレーキングはだいたい 100m 手前か 100m か、まあ、車によったりその人の技術によっても変わるんですが、だいたいそのあたりでブレーキング踏んであげると良いかなと思います。 100m 手前ぐらいですかね、からブレーキング踏みましょう。はい、でここ僕もねこの週はロックアップさせてしまっているんですが、結構ブレーキングの制動距離が変わりやすいです。ここ ABS がついてる車であればロックアップしないと思うんですけど、このブレーキングをしてコーナーに入っていくときに、ここちょっと路面がこうバンクもつきながら若干下ってるんですよ。若干下ってるんで内側のタイヤの接地が悪くなります。そのためブレーキング時の制動距離もちょっと変わるので、ここブレーキングをできる限り飛び込むんだけどイン側にしっかりつくっていうのは意識できると良いかなと思います。はい、でこのスーパーフォーミュラもですねハイパワーな車なのでミドルから立ち上がっています。でしっかりアウト側から次のリボルバーに対してアウトインアウトを取れるようにですねアウトから入っています。イン側の縁石を乗り、立ち上がりを目いっぱい立ち上がると。で次ハイパーコーナーなんですけど、これ入っていくときにですねちょっと見えにくいんですが、ここら辺にねトイレがあるんですよ。トイレに向かって今トイレ入りますと、ちょっと漏れそうですって入っていってください。はい、入りました。はい、次ですねエアピンに入っていくんですけど、これちょっとね影が見えると思うんですよ。この真下あたりでブレーキングをすると皆さんの車だといいと思います。ここですね、真下ぐらいでブレーキングしてあげましょう。はい、でここはアウトインミドルで立ち上がっていき、ダブルヘアピン2個目も、まあ、若干アウトに振れる分だけ振るんですが、基本的にはミドルから入っていきグリップをつきミドルインアウトを取っていくようにしましょう。でここをダブルヘアピンねちょっと上りながらなので、ブレーキングは皆さんが思ってるよりも特に2個目に関しては飛び込めるじゃないかなと、ブレーキングを奥にできるんじゃないかなと思いますので、試してみてください。はい、そしてマイクナイトですね。マイクナイトこれ一瞬下るんですよ。下るしここで一瞬跳ねるんですよ。クリッピングポイントあたりで跳ねるので、ここでアンダーが非常に出やすいです。なので僕もそうですが縁石を軽くかすめています。そうすることによってフロントのねタイヤを引っ掛けて水落としみたいな形に走って立ち上がっていきます。
最終コーナーはここの進入の速度を意識するよりもここでブレーキングスピードを落として早めに、僕もねこの時点ではおそらく立ち上がりの出口の縁石は見えていませんが、早めにアクセルを開けていき立ち上がると。ここね立ち上がりちょっとどこら辺がねアウト側なのか見えないので、最初走られる方は難しいと思うんですが、できる限り立ち上がりを早く踏んであげて外側のねダートを恐れず立ち上がっていきましょう。ただ最初はね、結構慣れが必要なので難しいところもあると思います。だいたいどこら辺からアクセル踏んだらいいかなっていうのを探りながら徐々に早めに踏んでいけるように心がけていくといいと思います。はい、はい、とここまで解説させていただきましたが、速く走るポイントとしては簡単に言うと立ち上がりの速度を上げれるように、立ち上がりいかに速くアクセルを踏むか、これをまず一番意識してほしいです。これをできないとなかなか速く走ることができません。そしてね、車自体もそうですけど、あんまりここのサーキット固めのセットアップは良くないです。僕の経験上柔らかめのセットの方が皆さんのセットアップをする上でいいんじゃないかなと思っております。はい、ということでご視聴ありがとうございました。岡山はね桃以外もですね、いろいろ名産品いろいろあって楽しいところなので、いつも僕も楽しみにしながら出張行ってますご視聴ありがとうございました。僕もね結構プライベートでも走行するので、皆さんにお会いできるのを楽しみにしてます。それでは皆さん、バイ。